では、サブスタンスペインターでのテクスチャー作成、えー、続き行っていきます。えー、シフト、それから右、えー、リクリック長押しのマウススライドで、えー、っと光の当たり具合を調節したときにどう見えるか、えー、時々確認をしてください。えー、っとまずは、ノーマル情報はあの今回書き出すんですけど、えー、ハイト情報、えー、ディスプレイスメントにつながるハイト情報は今回使いません。す、え、べ、ー、てのレイヤーで、えー、属性を開いてですね、 えー「ハイト」って書いてあるところをオフにしていってください。 すべ、はい、てのレイヤー、配当属性、えー、全部オフにしました。えーまあ、これはですねあの、今回はノーマルのみ使うということで、えー、制限を設けてますので、すべて、えー、オフにしておきました。えー、ではあの、ちょっとテクニックを説明したいと思います。えー、新しくレイヤーを作成してで、ここで使うレイヤーはですね、えー、ペイントレイヤーです。ノーマルのみ、えー、属性をオンにします。 で新しくペイントを追加するようにします、えー。レイヤー上で右クリック、そしてペイントですね。えー、で、ペイントレイヤーを。ハイトと書かれている、えー、ハイト属性だけをオンにしてください。でハイトの色ですね。えっと、左端が白、えー、真ん中が黒、右端が白となってますが、これは凹凸情報に相当しますので、へこませたいときは左端、えー、盛り上げたいときは右端。 何もしないときは真ん中という感じです、えー、じゃあちょっとペイントをしてみてるんですが凹凸情報があのペイントによって入っていることがわかると思いますペイントしづらい場合はアラインメントって書いてあるところを UV に変更するとその UV からこうはみ出したときに、えー 意図しないペイントが入ってしまわずに済むので、えー、と少しペイント上でのミスが減るかと思いますじゃあポンポンとデザイン上にあの細かい穴のようなデザインがですね、えー、入っているのでそれを押して、えー、ペイントで追加していくイメージですでこの穴の、えー、とデザインってハイポリモデルの方にあのモデルとして入れてあげてもよかったんですけど、えー、そのように作るよりも、えー このぐらいの単純な穴であれば、えー、モデル上にペイントした方がはるかに早いです。凹凸情報をペイントした方が早いですね。なので、えっと、デザイン上、まああの、時間の都合とか、いろいろな理由で入れられなかった、えー、凹凸の情報なんかは、ここで、えー、改めて、まあ、ペイントによって入れてみてください。で、これ、念のため、あの注意点としては、今って、えー、ハイト情報、えー、高さ情報に対してペイントを加えていっています。 なので、後で変換する必要があります。ノーマルに変換ですね。じゃあ、えっ、ー、と、そのやり方なんですが、右、えー、リクリック、レイヤーで右リクリックをして、えー、フィルターを追加。で、ハ i g h to Normal のフィルターを追加します。そして、調整する属性を、レイヤーの上端のところで変更できます。High t に変更します。 で、ハイトの不透明度を0にそして0にできましたらベースカラーに戻しますこの手続きですねそしてノーマルの凹凸量が大きすぎるなといった場合には先ほどいじったベースカラーって書いてあるところをクリックしてノーマルに変更してノーマルの不透明度を下げてあげれば低くしていく分には調整が可能です えそんな感じでちょっとやったことをまとめますとまずはペイントレイヤーを作成でペイントを追加しましたでそのペイントを追加する際に書き込む属性としてはハイトですでその後書き終わったら、えー、ハイトトゥーノーマルのフィルターを追加しますでフィルターを追加したらハイトの属性の不透明度を0にしますこの手順でノーマルマップに変換が可能になってます では次の、えー、ブラッッシュアップ項目いきます。えじゃあ次は、えー、と汚れのかき加えであったり、えー、逆に汚れを取り除くであったりっていう作業に関してですサブスタンスペインターは特徴として、えー、全体に割と均一な汚れが入ってしまいます、えー、なので、えー、人の手によってかき加えたり入ってしまった汚れを逆になくしてあげることで自然な見た目に変更していきます 左右対称で作業を進めていた場合は、ここで左右をずらしてあげてもいいと思います。で、そのずらしたりとか、書き加える際には、ペイントレイヤーを作ってですね、マスク状にペイントしてあげてください。まあ後でそのペイント情報を逆に取り除いたりとか、できるような状態にしたいためですね。やりすぎてしまった場合のリカバリーが効くようにします。で、書き加えていったりしてるんですが、ポイントとしては、角のあたりは削れやすくて、 密になっているところは削れづらいっていう特徴をしっかりと出していくことですね。なので角のあたりの剥がれ具合なんかをちょっと追加していきます。 で次に、えー、今度は剥がしすぎた部分を細かくですね逆に戻していきますでこれは、まあ、この剥がれてる剥がれてないっていう情報だけじゃなくて、まあ、あらゆるところにですね同じ考え方をしていかなければいけないので、えーまあ、例えば汚れもそうです汚れに関しては逆に膨らんでいる箇所には汚れはつきづらくて、えー、逆にへこんでいる箇所に汚れがたまりやすかったりしますね そういったところを人の手によってプラスアルファしていくということで考えてみてください。じゃあここは早送りでいきます。 では、えー、次のブラッシュアップ5目に移ります。でその前に、えー、と凹凸情報を加えた、えー、レイヤーなんですが、あのー、レイヤー順がです、ねえー、一番上の状態になってましたので、ちょっと修正しておきます。次はちょっとアンカーポイントっていう機能を使ってみたいと思います。えー、アンカーポイントの機能は、えー、情報を一度キープしておいて、でその情報を後から 別ののところで取り出すすっってていうえそんなな感じの機能になってます、えー、簡単に今やりたいことを説明すると凹凸情報をえ加えていったんですけど加えた結果、まあ、凹凸は加わりましたただ凹凸に合わせた削れが入ってないんですね、えー、それって、えっと、角を削る、えー、ジェネレーターメタルエッジウェアの、えー、ジェネレーターの効果がまだ入ってないっていう状態になってます そのメタルエッジウェアの効果っていうのは、ベイクして、えー、凹凸情報を検出して、そのデータをもとに削りを入れていますので、上からペイントしたところで、その角の情報というのは更新されないということです。そこでアンカーポイントの機能を使うと、それが可能になりますえ。じゃあ、先ほどペイントを加えていった、その凹凸を表現するためのレイヤーをえ、右クリック、そしてアドアンカーポイントをクリックします。えアンカーポイントの機能が、えー 起動しまして、プロパティーズに表示されます。でアンカーポイントネームっていうところに、えー、任意の名前を付けます。a d n m 0 1っていう名前にちょっとしておきました。まあ、任意なので何でも大丈夫です。はい。じゃあ、えー、次にですね、ま、角を削ったりしているレイヤーを探します。えー、エッジダメージズウェイレイヤーですね。ここの中に えっと、ジェネレーターがあることがわかります。これは角を削っている、えー、レイヤーの一つですね。まあ、複数ある場合も当然あります。で、その、えー、ジェネレーターのプロパティの中に、マイクロノーマルっていうところがあります。で、えー、そこにデータを読み込むんですけど、まず、マイクロディテールズって書いてあるプルダウンを開きます。マイクロディテールズのプルダウンの中の、えー、フォルスって書いてあるところをトゥルーに変更します。では、その、えー、マイクロノーマルって書いてあるところをクリックして、 えー、アンンカーポイというタブに切り替えます右側にありますね。でその中に先ほど作ったアンカーがあるので選択します。これでアンカーが、えー、一応読み込めました、えー。しかしこれではまだ角が削れてません。えー、ちょっと文字が小さいですが、えー、マイクロノーマルの箇所の下のリファレンスドチャンネルって書いてあるところをノーマルに変更します。 そうすると、角の削れがですね、情報として自動的に読み込まれたことが分かります。この手続きで、えっとまあ、不自然にですね、凹凸加わった箇所にだけ、その角の削れがないみたいなことが発生しないようになりますので、一手間かかりますが、アンカーポイントの機能を使って、同様にやってあげた方がいいということになります。 ではちょっとですね、細かいレイヤーの整理していきます。まあ、いらないレイヤーを、えー、削除したりとか、そういった作業ですね。 じゃあ次に、えっと、表面上の傷を追加するっていう場合のブラッシュアップについて説明します新しく塗りつぶしレイヤーを作成します名前はスクラッチっていう名前にしておきました、えー、マスクを追加します白でも黒でもどちらでもいいですそのマスクに対して塗りつぶしレイヤーを右リクリックで追加します で塗りつぶしレイヤーには、えー、画像がが読,読み込むことができます。スクラッチの画像を検索してスクラッチの画像を読み込みますそうするとわかりやすく色を赤色にあここでセッティングしている色はえ大元の方のレイヤーの色ですね大元の塗りつぶしレイヤーの色を赤色にしました で塗りつぶしレイヤー、先ほど追加したのはマスクに対してです。そこには、えー、スクラッチの画像を読み込んだという感じですね。で、えーっと、その追加した塗りつぶしレイヤー、スクラッチ画像に関して、えー、スケールを調整します。この傷のスケールがすごく重要で、えー、物体の大きさを表現するために、えー、傷の大きさというのはすごく密接に関わっています。 傷が大きいと物体は小さく見えるし傷が小さいと物体は大きく見えるという関係にあるのでサイズ変更必ずサイズ調整をしてくださいでその傷の色は、まあ、適切な色に変更をしておきました黒系の傷にするのか、まあ、白系の傷にするのかは、まあ、物体がどのように傷が入るかを想像して入れる必要がありますねリファレンス画像を見ると白系の傷になってますのでそのようにしておきました 同時にラフネスの数値もですね少し変えてあげるといいです反射をすごく強めたりとか逆にあの反射をザラザラさせたりとかっていう反射の変化があると、えー、傷が入っているっていうことが分かりやすくなりますえじゃあ次に、えー、新しく塗りつぶしレイヤーを作成しますえ今度はダストという名前に変更します でこれは、えーまあ、ダストなので、えー、汚れの追加ですね、ほこり汚れのような追加を行います。えー、じゃあ、色は、まあ後で調整はするんですけど、ちょっと暗めな色にしておきます。で次に、ートジェネレーターで、ダートのジェネレーターを追加します。 ホコリ汚れ系の汚れに関してはダートジェネレーターが適しています。でまあ、追加した直後、溝になっている部分に、えー、と汚れが追加されていることが分かりますね。色調整を行いますので、大元の塗りつぶしレイヤーのベースカラーを調整します。 まあこれもですねあの、リファレンスがあるからそういった発想が生まれるので、リファレンスをめちゃめちゃたくさん集めておくようにしてください。じで、えー、っとダートジェネレーターの調整です。でやはりあの、調整ではどうにもならない部分というのがあります。なので、新しく、えー、マスクに対してペイントレイヤーを追加して、えー、やりすぎている部分を 今度はカットしていきますじゃあ今回、えっと、ブラシアルファをですね変更しておきます、まあ、ちょっとノイジーなブラシアルファの方が今回の場合は、はい、活躍しそうなところですね、えー、アルファ名は、えー、ダートスポットっていうものを使ってます じゃあこれでスチール部分、えー、剣のアイアン部分に関しては終了としたいと思います。じゃあ次のブラッシュアップです。えー、次はあのちょっと面積の広い黒いエリアですね。ここに関してブラッシュアップしていきます。えー、じゃあ塗りつぶしレイヤーを作成してマスクを追加します。 じゃあ、マスクに対して、右クリック、えー、ジェネレーターを追加します。追加するのは 3D ディスタンスというジェネレーターです。でこれによって、グラデーションマップをですね、作っていきたいと思います。えー、大元の塗りつぶしレイヤーの方を選択をして、えー、カラーだけ残しておきます。カラーは一旦赤色にしておきました。えー、これで、まあ、武器の高さ情報に合わせた、えー、グラデーションを追加していきたいと思います。 レイヤー名をハイとグラデーションに変えておきます。えー、3D ディスタンスのジェネレーターをクリックして、えー、プロパティーズに表示させます、えー。ポジション Y というところを、ねえー、移動させていくと、グラデーションの幅が変わっていくことがわかります。 また、えー、コントラストっていうところと、ラディアスっていうところもいじってみると、そのグラデーションの変化が、えー、入ると思うので、いろいろとちょっといじってみるといいと思います。えー、そして、えー、重ね方がですね、えー、そのままだとちょっと下地の色となじまないので、重ね方を変更します。えー、まあ、ソフトライトとか、えー、そういった形で載せてあげると自然になじむんじゃないかなと思います。 でここであの赤色にしてたんですけど、えー、色は仮のものでしたので、えー、ちゃんと色設定をしていきます。デザイン画を見ると、やや水色がかっていることが分かりますので、色は水色に。で強さ調整なんかは、えー、レイヤー自体の不透明度の数値でいじればいいと思います。まあ、オンオフすると分かりやすいと思いますが、リファレンスに、えー、状態が近づいていることが分かります。 まあ、同様のことが一応あの全ての部位、えー、でできるんですけども、まあ、このグラデーションの効果が顕著だった黒いパーツにのみ、えー、加えておきましたじゃあ次に、えー、ちょっとまあ細かい、えー、セッティングをしていきます、まあ、やや暗い金色の箇所、まあ、銅なのかもしれないですけど銅金属 に関して、えっと、外側のエッジの。えっと、削れをですね、追加します。三つ星レイヤー作成、マスク追加、メタルエッジウェアのジェネレーターを追加です。 はげた先の色をですね、えー、しっかり合わせたいと思います。で、削れ方がデフォルトの状態では合わない場合。 ジェネレーターの下の方に位置、えー、する、えー、っとカスタムグランジというところで、えー、テクスチャーを読み込むと削れのパターンが変わったりしますのでやってみるといいと思います、まあ、特にその削,り削られすぎちゃったりするってことがよくあるのでそういった場合にカスタムグランジ、えー、画像を変更したりするのを検討してみてください えでは次にブラッシュアップ。これが最後になると思います。まあ、上からですね、模様とかそういったものを加える際にも役立つ。一応今回はこのサンプルでは指紋の追加ということで説明していきます。新しく塗りつぶしレイヤーを作成してマスクを追加します。黒でも白でも大丈夫です。 でそのマスクに対して、えー、ペイントレイヤーを追加します。ちょっとわかりやすいようにレイヤー名指紋って名前つけておきますで。そのペイントレイヤーに対してとシェルフのアルファのカテゴリーから、えー、欲しいものを選びます。でえー、と指紋の、はい、アルファがですね、結構サブスタンスペインターにはありますのでそれを使います。でまあ、ちなみにえー、とまあ サブスタンスペインターに入ってないものを使いたいっていう場合は、えー、自分で、えー、シェルフの中に、えー、画像をインポートしてから使うという手順になります。えー、じゃあ、えー、アルファ、指紋のアルファで少しペタペタ貼っていきます。で、まあ、そこまでですね、あのー、見えるような情報ではないので、当然やりすぎないように注意しますし、まあ、入れなくてもいいかなぐらいの、えー、ものですね。ただまあ、ブラッシュアップの説明として良、えー、かったので、 ちょっと加えるところも、えー、追加しておきました。でも、しっかり指紋っていう状態にせずに、まあ、なんだかわかんないけど汚れてるとか、えっと、ラフネスが少しなんかこうザラザラしてるとか、えー、そういったなんか変化が、えー、っとあるといいんじゃないかなと思います、まあ。とにかくですね、サブスタンスペインターの一発の、えー、マテリアルで、えー、っと完成させてしまうと、サブスタンスペインターで作った感じって本当に初心者のうちは特になんですけど、出てしまうので、 それをなくく、していく、えー、どんどんブラッシュアップしていくっていうのが重要ですね。で光の反射がですねえー、っとまああらゆる角度から入った時にその指紋の部分だけ少し反射感が変わってくれればそれでいいんじゃないかなと思います。 で、わずかに色も加えておきますまあこんな感じですねまあ、やりすぎはよくないと思うんですけど、えー、じゃあ今度はですね、えー、っと少し削っていきます 基本的に使い込まれた物体なんかは、えー、と全くの綺麗な状態で貼り付けちゃうと明らかに違和感を感じます。なので、まあ、どんなものでも基本的には少し削るとか、えー、してあげて完成させるべきかなと思います。 はい、えでは、これで、えー、っと指紋の追加も完了となりますえでは、画面は切り替わりまして、えー、最後にテクスチャのエクスポートします、えー、ファイルからエクスポートテクスチャーズアウトプットディレクトリのパスをクリックして保存先を指定しますソースイメージ図内の、えー、中にフォルダ作っておくといいですね書き出し先 で、アウトプットテンプレートはアーノルド、かっこ AI スタンダードを選びます。えー、ファイルタイプはピング、そしてビット数16ビットに変更です。サイズは4096にしておきます。ただ、今回、えー、っと、2048ピクセルで、えー、っと使っていくので、まぁ、あ、2048ピクセルで書き出していただいても構いません。 まあ、ワンサイズ大きめに書き出しておくと、後でサイズダウンして使うみたいなことができるので、まあ、サイズアップってフォトショップとかでできないと思うんですけど、えー、サイズダウンに関してはフォトショップなどで可能なので、ちょっと大きめに出して、で、使うサイズにこうスケールダウンしてあげるっていうふうにすると、よりあの使用用途の幅が広がるということは覚えておくといいです。では、エクスポート完了しましたので、フォルダー確認します。ちょっと名前が長すぎると思いますので、 できれば、この段階でリネームしておきます。ベースカラーはなんとかかんとかベースカラー。ラフネスはなんとかかんとかラフネスといった具合に分かりやすい名前をつけておきます。はい。では、えー、っと、マヤの方に戻りました、えーっと。最後にテクスチャーのアサインですね。これを行っていきます。 ハイパーシェードを開いて、えー、ローポリモデルですね。UV 展開済みのローポリモデルに対して、えー、マテリアルアサインを行っていきます。えー、じゃあ、えーと、検索ボックスで AI スタンダードサーフェイスを何個も作成します、えー。あ、何個もではないですね。AI スタンダードサーフェイスは1個で大丈夫でした。1つのテクスチャーの中に全ての情報が収まってますので、1個でいいです。 じゃあ、マテリアルの名前はリネームしておきますと。モデルのマテリアルへのアサインを実行したら、えー、マテリアルのベースカラーに対してテクスチャを読み込んでいきましょう。で、ここで、えー、と書き出した先、直ではなくて、一度ソースイメージ図の中にフォルダを作るといいです。 じゃあ今、えっと、4096ピクセルの画像を読み込みましたが実際はあのー、最終段階では2048に差し替えるようにしてくださいえでは次に、えー、メタルネスの画像を開きますメタルネス画像はカラースペースローに変更しましょう で前のバージョンによっては、ローの変更がユーティリティの,あのタブの中に入ってたりしますので注意してください。え同様にラフネス画像もつないでいきます。スカラースペース、ロー。メタルネスとラフネス、どちらもアルファイズルミナンスのチェックを必ず入れます。で最後、ノーマル画像をつなぎます。ジオメトリーのプルダウンを開いて、バンプマッピングのところに画像をつなぎます。 で、ファイルノードを選択してプロパティに表示させたら画像を読み込みましょうノーマルマップですカラースペースはローに変更しますでここアルファイズルミナンスのチェック外すの忘れてるんですけどノーマルマップの場合はアルファイズルミナンスのチェックを外していいですそれともう1個忘れていた点があってバンプ 2D ノード、えー、ハイパーシェードを見るとバンプ 2D ノードってあると思うんですけどこれですね バンプ 2D ノードの、えー、設定を変えなければいけません。これですね。バンプ 2D のプロパティ、えー。ユーザーズって書いてあるところをバンプから、えー、接線空間放線、えー。タンジェントスペースノーマルですね。あの、英語版では。まあ、それに変更をしてください。ノーマルバンプの場合は変更が必要。で、えー、バンプマップの場合はこのままでいい。ってことを覚えておいてください。で、えー、その2点のケアレスミスがあるんですけど、 えー、レンダリング確認まで進みます AI スカイドームライト、えー、を作成して、まあ、配布済みの HDRI を開きます HDRI 画像は、えー、できるだけ、まあ、白黒に近い HDRI を選んでおくのがいいですね色の情報が、まあ、あまり色が入りすぎると、えー、正しい色でチェックできませんので じゃあ、レンダリング確認します。アーノルドのレンダービューです。まあ、概ね問題ないですね。概ね問題ないんですけど、えー、先ほどちょっと伝えたあの2点、ノーマルマップの読み込みのところで、えー、若干キャレスミスがあるので、えー、少しジャギジャギ見えたりしてます。まあ、一旦ですね、えー、とそのあたりは後々修正はしていくので、一旦はここまでで、えー、次の段階に進みましょう。 でこのあたりの修正は、えー、と次回の動画では、えー、修正済みの状態でできていきますので、伝えた内容は修正しておくといいです。で、えっ、ー、と、1点だけですね、補足として説明します。えー、こちらのまあ画像上で、えー、ノーマルマップがこの反対に作用しているなという場合、まあ、それに気づいた場合は、えー、修正が必要です。凹凸情報が反対に入っちゃっているという場合。 それはサブスタンスプリンターの、えー、書き出し時のノーマルの設定の違いによるものです。修正は簡単ですので説明します。こちらの上の編集、そしてプロジェクト設定として、この放線マップ形式ですね。この選択肢が2つあります。おダイレクト X と OpenGL ですねで。ノーマルがそのレンダリングしてみた結果、反転してるなって思った場合には、ここを変更して、 今ダイレクト X になってますけど、えー、それで違うなと思ったら OpenJL に変更をして OK をしてで再度テクスチャを書き出し直してくださいそれで解決します、まあ、そのあたりは、えー、とお使いになっている、えー、とグラフィックボードの種類によってですねちょっと変わってくるので、まあ、確実な方法としてはレンダリングしてみて違うなと思ったら変えるということを覚えておいてください、はい、じゃあ以上になります